アップル好きなユーザーに嬉しいニュースが飛び込んできました。日本時間9月13日の午前2時からアップルの新商品発表会が行われます。毎年のことながら9月の新商品発表会は多くの人が楽しみにしてますよね。今回の発表会では iPhone15 と次世代 Apple Watch が発表されます。ただ、楽しみな反面、円安の影響で価格は驚くことになりそうなんですよね。そんな新しい iPhone の話題ばかりが注目されていますけれども、昨日2023年8月30日から、 日本語での検索に生成 AI を組み込む新サービスの試験運用を Google が始めました従来の検索結果に加えてさまざまな情報から生成した短い文章を表示してくれますまた情報源となるウェブサイトへのリンクも同時に表示してくれますので 情報検索が効率化されますね当面は Web ブ,ブラウザーの Chrome とスマホの Google アプリが対象になりますのでアプリをインストールして Google の生成 AI を試してみてください。ですが生成 AI を組み込んだ検索エンジンなら Microsoft の Bing が先行しています。 そしてマイクロソフトのウェブブラウザマイクロソフトエッジを使うことでその能力を生かすことができるのを知ってましたかデジタルグッズを活用して日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。 そんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回はマイクロソフトのウェブブラウザー、マイクロソフトエッジについてお話ししましょう。ウェブサイトを閲覧するために必要なアプリ、それがウェブブラウザーです。Windows では マイクロソフトエッジが標準アプリとして搭載されていますが動作の軽快さやカスタマイズ性などで Chrome や Firefox、Opera など他のウェブブラウザーを利用している人は多いんです。マイクロソフトエッジの前身となるインターネットエクスプローラーの時代からマイクロソフトのウェブブラウザーは 他社のウェブブラウザーと比較すると機能面やカスタマイズ性で魅力を感じられないということが多かったんです。またインターネットエクスプローラーから Microsoft Edge へ変更された際にはインターネットエクスプローラーに準拠した Web サイトなどでトラブルも発生したりしましたので マイクロソフトのウェブブラウザー離れがさらに加速したこともあります。そのため、2020年には Chromium ベースに移行して、Chrome と同様のサイト表示と拡張機能に対応することで、少しずつですが、メインブラウザーとして利用する人も増えました。そしてさらに、 マイクロソフトエッジの魅力を高めるためにチャット GPT のオープン AI に巨額の投資を行ってマイクロソフトの検索エンジン Bing に AI 技術を組み込みました。この Bing AI がマイクロソフトエッジに統合された今こそマイクロソフトエッジが ウェブブラウザーとしておすすめなんですよ。ウェブブラウザーを使用するということは何らかの情報を求めて検索するためですよね。検索ボックスに知りたいことをキーワードとして入力することで知りたい情報が掲載されているウェブサイトの一覧を表示してくれます。ただし、 適切なキーワードを入力しなければ必要な情報を検索できません。だからこそ情報を検索するためのスキルが必要とされてたんですけれども Bing AI が統合された Microsoft Edge ならどのようなウェブサイトが表示されていたとしてもページを移動することなく サイドバーから AI チャットを表示して自然な言葉で質問することができます。単純に情報検索として利用できるだけでも便利な Bing AI ですが、現在表示している Web ページを要約させることも可能なんです。さらに AI による 画像生成もサイドバーから可能になります。AI 技術で注目されている情報検索と画像生成の2つを Microsoft Edge だけで行えるのは大きな魅力と言えるでしょう。Microsoft Edge のサイドバーは AI を利用できるだけではなく、 マイクロソフト365を起動することもできますから、必要な情報を検索して、すぐにワードやエクセル、パワーポイントなどの作業を行うことができます。もし、マイクロソフト365を契約していなかったとしても、ビュアーとして利用できますので便利ですよね。もちろん、 デジタル文書のフォーマットとして定番の PDF を扱えるように Adobe Acrobat の PDF エンジンが搭載されていますので Web サイトやパソコンに保存されている PDF ファイルを表示できます目次のサムネイル表示や見開き表示回転表示にも対応してますし 表示ないようにペンで手書きして保存することだってできるのは嬉しいですよね。ですが、PDF ファイルや Web ページを同時に表示させる際に困るのが画面の切り替えなんですよね。上部に表示されるタブ機能で簡単にページを切り替えることはできるんですけれども、 タブの数が増えるとタイトル表示が狭くなってしまってどのタブが何の内容を表示しているのかが判別しにくくなるんです必要なページへすぐに切り替えられずにストレスを感じた経験を持ってる人って多いと思うんですよそんなストレスを感じないようにマイクロソフトエッジでは 垂直タブバーに対応しています。開いてるタブをウィンドウの左側に縦に一覧表示することでタブのタイトルを見やすくすることができるんです。垂直タブバーは固定表示と折りたたみ表示を選べますから Web ページや PDF 文書の表示の邪魔にならないのが便利なんです。 このようにタブで表示内容を切り替えられるのも便利なんですけれども、それよりも便利な機能が搭載されてます。それが画面分割なんですよ。画面分割機能を有効にすると、一つのタブで二つのページを同時に表示することができるようになるんです。 ウェブページを同時に表示することで目的地の情報を見ながら地図を確認することができるそういう使い方って便利ですよね。そしてウェブページとオフィスアプリを同時に表示させれば調べた情報をワンノートやワードなどに資料として手早くまとめることができるようになります。 BingAI を統合した上に Web ブ,ブラウザーとして使い勝手が向上している MicrosoftEdge 見向きもしていなかった人もいるかもしれませんがこの機会に使ってみませんかデジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聴いていただけるようにポッドキャストを配信しています。 アプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube でも発信しています。また、IT やパソコンの用語解説を毎日 YouTube のショート動画でも配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたに、プラス、ワン。